突然やってきた離体トレーダーのアップデート。ざっと確認していこう。まずは離体。スモールサイズの天輪にワイドタイプが追加された。幅は約2倍。ノーマルタイプとワイドタイプで離体を形成することはできない。必要トルクなども異なるようだ。同じ条件で転がした映像を投げておく。意味は各自で解釈してくれ。そんなことが許されていえんか。トルクとかよくわかんなくなっちゃった。何にせよ早期車両の造形がよりはかどる追加要素だと言えるだろう。次はレーダー。コンポジット入力でレーダービームの指向方向を変えられるようになった。この機能はミサイルレーダー以外のレーダーに追加されている。スイープモードをマニュアルに設定した上でコンポジットの数値1番に旋回方向、2番に一致方向の値を入力する。単位は回転、旋回はおそらく無制限、一致方向はマイナス 0.125 から 0.125 まで入力できる。またこの時出力される探知データは0入力時の正面水平方向を基準としている。このように旋回角やピッチ角をいじっても探知データの角度は変わらない。これは既存のスイープやクロックワイズと同じ挙動と言える。ショート動画でも少し話した内容だね。そしてマニュアルモードではプロパキのピッチアングルは無効化されるようだ。視野角以外はコンポジットからの入力に従うわけだね。何にせよレーダーをリボットで分回していた人には朗報だろう。今回のアップデートは離体という造形面での追加要素とレーダーという機能面での追加要素の2本立てだった。痛めに派手ではないが個人的にはとても嬉しい追加要素だったね。ストア君、まだまだ楽しませてくれるね。今回紹介した内容は速報なので細かい部分は各自で確認してほしい。それではまた次の動画で。またね。